注意。アマーチンです。赤炉初見プレイ、ボス攻略の続きです。場所はアシナの底、隠し森の鬼仏はすでに乱し済みです。この先にいかにもな広い空間があります。ここで何も起こらないはずはないと覚悟していましたが、その時は特に何もなく肩透かしを食らいました。そして前回落ち谷を攻略し、三部村方面へ向かうにあたり、再度やってきたわけです。奥に何か見えますね。一度通過した場所でも攻略を進めた後に戻ると何か起きる。ソウルシリーズあるあるです。ということで、シシザルとの対戦です。今回は最初から首なし状態です。しかし、なんで落ち谷で倒したシシザルがこんな場所にいるんでしょう。多分同じ答えだと思うんですけどね。対戦とはいえシシザルの攻撃パターンに変化はありません。ですので攻略方法は特に変わりません。前回と変わり映えしないので、ここはバッサリカットします。油断して無駄にローターを消費してしまいました。しかしシシザルの体感ゲージもあと少しでブレイクです。忍殺マークは2つ。今度はどのように攻撃が変化するのでしょうか。ここで体感ゲージがブレイク。忍殺1回目。さあここからが本番です。おや、シシザルが逃げていきます。もしやこの私を恐れているのか。さあ泣き叫ぶがよい。そしてこの私に言った。うわぁ。2匹目襟回し。それはダメでしょ、アウトでしょ。こっちからダクソ2でも一番苦労したのは裏の一番ですよ。普通相手の突然が苦手なんですよ。よりによってここでそれはないでしょう。2対1とは両なり。誰ぞ、誰ぞ恨むか。出会え、出会え。武士の肩上にも受け抜いてこうともね、成敗してくれる、そこへ直れー。これはいけません。全く攻撃のタイミングがつかめません。2匹の攻撃をかわしていくのがやっとです。その後、猛攻に耐えながら引き上げて攻撃を続けること数分間が経過。最後の弾薬を使用。もう回復はできません。しかし追加のエテコーの HP は残りわずか。ここで倒すことができれば、まだチャンスはあるはず。すり抜けて攻撃当てないでください。エテコーの分際で、微妙に連携する動きが実にいやらしい。ついに1匹目を成敗。残りは首なしザルだけ。しかし HP は3割弱。回復もできません。1回目に1匹ピンチです。いや諦めてはいけない。諦めたらそこで試合終了ですよ。さあかかってくるがよい。恐れているのか、無理もない。いたずらに攻めることで恐怖から目を背けているのだろう。貴様に格の違いというものを教え。死ぬかと思った。さあ続けようではないか、貴様と俺とのダンス、マカブルを。踊り疲れ、地に伏すのは果たしてどちらかな。私です。ということで初戦終了。その後1回の負けを挟み3戦目。どちらのエテコーも、一度は勝った相手。そう何度もやられるわけにはいきません。今回で決めてやるとしましょう。さあボコボコにしてやんよ。前回同様第1形態はカット。状態を2個使いましたが、第1形態はクリア寸前。ここで食い下ろしを弾きます。一気に畳みかけて忍殺1回目。第1形態終了。第2形態は、とにかく追加のエテコンを先に倒します。さすがに2匹の攻撃をかわしつつ、首なしの体幹を削っていくのは厳しいと判断しました。来ました。まずは爆竹。やったー。でも、首なし猿には爆竹がつかないんですよ。一発分無駄にしました。戦を制されて、その後のラッシュを弾き損ね、死亡確認。改正で復活。一旦距離を取ります。まずは追加ザルにロックオン。ロックオン状態を維持しつつ、首なしザルが視界から外れるように立ち回り、攻撃の使いを伺います。この2匹、首なしは積極的に前に出ますが、首ありはなかなかこちらに近づきません。そして首ありに近づくと迎撃されます。それをかわすなり弾くなりしているうちに首なしが近づいてきます。これがなかなかに連携が取れているので、首ありを攻撃するタイミングが難しいです。首なしは、先攻撃の後に引きがあるので、そのタイミングで少しずつ削っていくしかありません。もっともここで追加される首ありは、落ち谷の第一形態と比べても、体幹の減りがかなり早いです。
ですので爆竹を連発すればあっさりと入札できるのですが、初見プレイの時はそこまで気が回りませんでした。この時はとにかく円を描くように逃げ回り、ひたすら攻撃の機会を伺います。ここで首なしが危険攻撃、攻撃のチャンスですが、首ありの飛びかかりに潰されます。落ち紙の時のように捕まる前だけマシですが、この攻撃は今でも苦手です。しかもロックオンしていると自然が持っていかれるので、首なしを見失うのが結構怖いです。危険攻撃、来ます。近づいて、すかさず爆竹、2匹が離れているうちに攻撃、欲をかかずに即距離を取ります。基本はこの繰り返しです。ここは爆竹を使うのが早すぎました。クリアリがひるんでくれません。改めてもう一発、今度は成功。しかしこのタイミングが絶妙、このタイミングはあんまりです。さらにクリアリが畳みかけます。ここが一番危ない場面でした。被弾はしましたが、なんとか逃げ切り、また距離を取って仕切り直します。クリアリの体感はブレイク間近、 HP も3割ほどしか残っていません。あと1回攻撃できれば倒せるでしょう。ここで首なしが危険攻撃、チャンスです。爆竹を見ます。自分がところに攻撃を加えます。ついにクリアリを倒しました。 HP の残りは8割、濃淡は残り1個、弾薬はまだ使っていません。クリアリを倒したことで改正ゲージも復活、残るエテコーは首なし1匹、さすがにここでクリアしたい。前にも言った通り、首なしの攻撃パターンは落ち紙の時と同じです。ですのでこれまで同様、正面で構えつつ攻撃を弾きながら相手がひるむのを待ちます。ここは回避失敗、しばらくクリアリをたげていたので首なしの攻撃に感が戻っていません。クリアリを倒したことで逆に焦ってしまいました。また回避失敗、さすがにそろそろ目が覚めてきました。この後は落ち紙と同じ絵が続きますので早送りします。10分以上の長きにわたるシシガルとの戦いもそろそろ決着です。この状態からの振り下ろしを弾いて一気に締めます。入札成功、クリナシシシガル3点目で撃破です。そしてシシガチ、首なしシシガル戦は、数珠玉が2つもらえるのがありがたいですね。まあ苦労に見合った報酬といったところでしょうか。落ち紙では10戦以上戦ったシシガルも、今回は3戦で撃破。操作にも慣れてペースが上がってきました。今後もこうありたいものです。ご視聴、ありがとうございました。